どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、月とライカとノスフェラテューの第3話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、実験体ということ、というところで、 イリナがですね、候補生と変わらないくらいに優秀な成績を収めているっていう話に、まあ、なっていたわけなんですが、まあ、候補生たちからはですね、イリナ自体は、まあ、イリナ本人はですね、まあ、あまり、こう、よくは思われていないんだっていうところがですね、なかなか辛いところではありました。まあ、なんていうか、こう、実験体として、 リリーナをこう見ないといけないんだっていうことを、まあ、思えば、まあ、候補生たちの方が正しい感じがするんですが、まあなんていうかね、こう、それに、なんていうかね、こう、実験体として見るっていうところをね、こう、まあ正しいとはいえ、こう、なんとも言えない気分になってしまったなっていうところではありますね。まあ、だからこそですね、アーニャが こうイリーナのことをですねイリニアンさんっていう風にね呼んでいたりするところですねなんかそういうところはねすごい見ていてこう微笑ましいというか、まあ、ほっこりするというかね、まあ、そういうところがあったりしたという話ですねうんそうなんかね本当にアーニャとイリニのやりとりを見ているとねこう本当に癒されるなっていうところではあったりするんですがほ、まあ、他にもね こう、レフが失敗すれば、イリナが粛清されるかもしれないっていう風に言っていたわけなんですが、まあ、なんていうかね、こう、失敗しようが成功しようが粛清されるんじゃないかなっていう風なことをね、思ったりはしました。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、実験体ということというところ終わっておきます。でですね、 次、二つ目の感想に入っていくんですが、空を飛んでというところで、レフがですね、イリナの高所恐怖症を何とかしようと、飛行機でこう空を飛ぶっていうことをね、やっていたわけなんですが、まあ、それで高所恐怖症をですね、まあ、完全に克服っていうところまではいかなくてもね、こう、まあ、しな状態というか、まあ、和らげるくらいにはできたんだ。 っていうところはですね、まあ十分に効果はあったんじゃないかなっていうところで、まあ良かったなっていう感じでした。うん。またね、こう、レフが言っていた恐怖ではなく自由を感じてくれればいいっていう言葉も、まあ、なかなかレフもね、いいこと言うなっていうふうに思ったところではありますね。そう。まあでもなかなかね、自由を感じてくれればいいっていうところでね、 いや、なんかこう、まあ、実際ね、多分こう、イリナもそれを感じることができたんじゃないかなっていう感じではあったんですが、まあ、その後にね、こう、実際に飛び降りて、パラシュートを開くっていう段階まで進んでいたわけなんですが、まあ、着地が終わって一段、ひと段落したところでですね、まあ、もう一回やろうとしているっていうイリナの、まあ、こう、真面目さというか、 まあその進歩というかね、まあ、そういうところを見ていてうんやっぱ飛行機に乗ったのは大きかったなっていうところをね感じたりしましたまあこのペースだったらね近いうちにイリナがこうイリナが自分自身でパラシュートを開いて、まあ、着地までやれるんじゃないかなっていうところで期待が高まるところではありました、まあ、そういうところで 二つ目の感想である空を飛んでというところを終わっておきます。でですね、次三つ目の感想に入っていくんですが、ロケットとはというところで、レフがですね、ロケットは人間ミサイルだっていうことをね、まあ、冗談っぽく言っていたわけなんですが、まあ、ロケットもですね、兵器の一つなんだっていうことを聞くと、まあ、すごい 複雑な気分になったりするところではありましたね。それがですね、アルビナールでの事故につながってるんだっていうことを思えばですね、ものすごく納得がいくところではあったんですが、そんな500人のね、500人近い死亡者が出ているのに、その事故をですね、隠蔽しようとするっていうところはね、うわ っていう感じではありましたね。そう。まじマジか、これ隠蔽するかっていう話ですよね。そう。なかなか薄へやんっていう感じがあったんですが、まあ、何にせよですね、ロケットを飛ばすのは、まあ、ミサイルにするためではなくですね、まあ、こう宇宙に行くためだけっていうものに、ね、なるという、まあ、そのレフの理想論というかね、まあ、それがこう叶う日が来ればいいなぁ、 っていうことをね、願うばかりという話なんですが、まあ、とはいえ、レフにね、こう、飛行機は人を運ぶものだっていうふうにね、こう、まあ言っていた先生の話もね、なかなか辛かったわけなんですが、まあ、その先生もね、実はこう生きていて、まあ、こう後々レフと再会するみたいなね、ことがあってくれたらいいなっていうふうに、まあ思っているところではありますね。 まあそういうところで3つ目の感想であるロケットとはというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回ですね、イリナが高所恐怖症を少し克服することに近づいていたわけなんですが、まあ、このペースならですね、イリナのこうパラシュートを使っての着地もですね、まあ多分問題ないんじゃないかなっていう風なところはね、 見ていて感じるところではありました。またね、レフがフランツからイリナにこう入れ込みすぎだっていうことをね、中国忠告されていたわけなんですが、まあ、レフがね、そう言われて入れ込まなくなるかっていうふうに言われればね、まあ、微妙なところではありました。それと、イリナがですね、月を目指しているのには、まあ、こうどういった理由があるのかな、 っていうところで、まあ、ちょっと気になるところではありますね。とりあえず次回の話がどうなるのか、今から楽しみですというところで、えー、そして、ね、今回の月と,雷火とライカとのスペラトゥーの第3話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも第1話と第2話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら 過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、海賊王女の第4話の感想と、ワッチャプリマジの第4話の感想ですね、この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、作願、 の3話の感想と、ミエルコちゃんの第4話の感想。そしてですね、ダクトオーパスデスティニーの4話の感想ですね。この3本、ワン、ツー、スリーと更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てもらえると、ものすごく嬉しいですというところで、本日1本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは、 次回の放送でお会いしましょうそれじゃあまたねバイバイ